私は先端創薬開発センターの研究員です。センター付属の入院棟では様々な新薬の臨床試験が行われてまして、それで事件の日もいつも通り患者さんたちの様子を見に行ってました。それは何時頃でしたか？7時50分頃です。確かですか？患者さんたちの朝食はいつも8時と決められてます。ですからあの日だけでなく、私はいつもその時間に入院フロアのデイルームへ行くんです。デイルームというのは？ええ、自力で立てる患者さんは各自の病室ではなく、そのデイルームで朝食をとります。そして私はナースが食事を介助する脇で患者さんたちから体調や薬の感想を聞き取るんです。庄野さんはそこへ向かう途中、被害者の病室を通りかかったわけですね。はい。その時に枠さんの姿を目撃された。はい。どのような状況で枠さんを見られたんでしょうか？病室のドアには窓がついていて、廊下からも覗くことができます。こちらが病室の様子ですね。そうです。私は廊下にいて、その窓越しに枠さんを見ました。枠さんは布団をかけた状態でベッドで眠っていらっしゃいました。その時刻がだいたい7時50分頃です。以上です。八神先生、今更だけど、なんであの子が証人に？向こうから申し出てきたんだけど、なんかまずいのか？いや、別に。寺澤さん、先ほどの庄野さんの証言は聞かれてましたよね？はい。聞いていてどう思われました？科学者として正確な言い方をしてないと思いました。そして医者としても患者に向き合っていなさすぎると思います。もう少し具体的にお願いできますか？庄野さんは枠さんが病室で寝ていたと言っていました。でも廊下の外からそれを確認することはできなかったはずです。今の寺澤さんの証言を示す証拠があります。こちらをご覧ください。これを？これも大事なんですが、やはり重要なのは次にお見せする証拠です。こちらをご覧ください。被害者の病室をドア外から撮影した写真です。つまり庄野さんが枠さんを目撃した時もこんな風に見えたはずです。庄野さんが被害者の枠さんを見たという証言は嘘でした。何？なぜなら庄野さんが見たものは枠さんであるとは限りません。単に布団の膨らみを見ただけの可能性がある。にもかかわらず枠さんが寝ていたとの証言は明らかに誇張しすぎです。そうでしょうか？常識的に考えれば枠さんが寝ているとしか。私たちナースは患者さんの状況を見る際には必ず入室します。枠さんのこの病室の場合、廊下から室内を覗き込んだだけでは何も分かりません。以前布団の膨らみを見て患者さんがベッドにいると思い込んでいると、デイルームでお食事中だったということも実際に何度かありました。その時は布団の中に枕が入り込んで人がいるように見えてしまってたんです。ここは大事なところです。検察は
被害者が病室から運び出された時間を庄野さんの証言により7時50分頃から8時半までとしています。そしてその間、枠さんの遺体を隠して運べたのはランドリーカートを押していた被告人しかいなかったと。しかし庄野さんの証言が正確でないなら、例えば犯人は前日の夜、人目につかない時間に枠さんを連れ出すこともできます。そしてその後、隙を伺って被告人のトラックにその遺体を隠すということも。つまり今回の犯行が被告人以外にも十分可能だったということになり、検察の主張は根本から覆ります。裁判長、この新たな証言を踏まえ、検察側証人の庄野氏に対して再度尋問させてください。